結果としては非常に残念な結果に終わったと思うんですが、内容どのように振り返られますか。やはりね、この地まで来ていただいたファンサポーターに申し訳なく思います。まあ、ただすぐ連戦で来ますし、本当にいい部分はたくさんあったと思いますので、まあ、これを続けて、勝ち点差につなげれるようにしたいなと思います。前半と後半かなり相手がちょっとギアを変えてきたあたりが あったと思うんですが、そのあたりどうご覧になってましたか。やはりフロンターレさんさすがだなと思うのが、本当にこう試合の中で、我々の変化に対して、しっかり対応してきたこと、そこからもう一つ我々が力づくでもね、いくか、まあ、もしくはもう一つ変化を加えるかというところはあったんですけれども、まあ、そこは本当にうまく防がれたなという感想ですね。後半から川田選手投入されましたが、どういったこう変化を与えたかったんでしょうか。まあ、やはり得点のところ、そこに対して、まあ、彼は力はありますので、そこを期待しました。まあ、次中2日ですぐ試合があると思いますが、こちらに向けてもまずは休養というところですかね。そうですね、フィジカル面を整えつつやりますけれども、まあ、我々はこのアウェーの連戦をすごく楽しみにしてたので、まあ、チームで本当に成長して、どういうふうにトスに帰るかというところがミッションですので、まあ、そこをしっかりと成長した姿を、見せて帰っていきたいな、帰りたいなと思います。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。はい、という河合監督の振り返りを聞いていただきましたが、水沼さん一言お願いします。まあ、選手を変えたり、はい、まあ、僕らにはこうそこまで大きくは変えたというふうにはちょっと思えなかったですけど、まあ、中でやっている選手たちは河合監督の中で微調整しながらやってきたと。でそれがやっぱり結果が出てないんだけども、うまくいく時間帯も多かったと。それはすごく、まあ、なんでしょう、選手というかチームにとっての自信にはなると思うんですよね。で、まあ、楽しみにされていたアウェーの連戦で、まあ、今度浦和ですよね。そうですね、やっぱり川崎とやって浦和とやって、自分たちのサッカーはやっぱ今浦和も非常にいいです。当然アジアのチャンピオンになってますし、ディフェンス面も非常にいいので、そこをどうやって崩していくか、今日の川崎に対してもやっぱ守備のところをどうやって崩していくかというところが、まあ、やっぱり課題にはなっていると思うので、そこをどういうふうに次のゲームで見せてくれるのかなという感じですかね。